トマキロです。よろしくお願いします。先日ですね、物集めに潜入してみたっていう動画を出しました。物集めに行き方だったりとかね、店内を撮影させてもらったんですけども、その時に買ってきたレコードっていうのを紹介しようと思います。物集めさんですね、本当にいつもお世話になってます。もう月1で僕会ってるんで。で、言いながら、その前に一つ、これです。はい、ネットでこれ買ったんですけども、はい。ビーチボーイズのスマイリースマイルのですね、これ CD ですね。レコードは昔ディスクユニオンの東京で買ったんですけども、レコード持ってなかったので買ってみました。これ紙ジャケなんですけどね、すごいこれ可愛いですよね。やっぱね、このジャケットね、グッドバイブレーションとか入ってるアルバムですね。1000円しなかったぐらいでね、買うことができました。はい、でここからが、はい、物集めで買ってきたものですね。はい、まずはい、こちらです。エアロスミスのロックスですね。モナツメの正代さんはハードロックがすごく好きなんですけども、エアロスミス僕あんまり全然聞いたことなかったもんですから、でもこのジャケットはすごく知っていたので、これいいんですかって聞いたら、あ、もう70年代の最高傑作ですよって、ね、言ってくれたんで、あ、じゃあ買いますってことで買いました。はい、1000円で買いましたね。続きまして、はい、こちら僕のいつも聞いてます、はい、AOR クリス・レアって方の、ちょっと知らなかったんですけど、シャムロック・ダイアリーズっていうアルバムなんですね。はい、クリス・レアは最近知ってですね、AOR としていっぱい聞いてたんですけども、で、ちょっと内容とかも全然分かんなかったんですけどもね、あったので買ってみました。これも1000円でしたね。で、もう一つです。はい、こちら、カレン・ブレイクという方の、ジャスト・ワン・ハートというアルバムですね。これもちょっと全然知らなかったんですけども、行った時に将来さんに、なんか AOR でおすすめとかないですかって言ったところ、これ確か結構いい感じでしたよ、みたいな感じで。スティーブ・ルカサーとか、そうそう、クリストファー・クロスなんかが参加しているアルバムらしいです。すごくね、ウエスト・コースト、西海岸っていう感じのね、いいサウンドらしいので、聞くのが楽しみです。はい、そんな感じで買ってきました。あ、今のも1000円でしたね。で、物集めさんでですね、10% オフクーポンを使ったので、1000円が、3枚で3000円の 10% オフ、2700円で買うことができました。お得。ぜひ動画を見てください。物集めさんの利益方とかいろいろお話ししてます。クーポンの使い方とかもね、解説してますので。はい。はい、ということで今回はこんな感じでした。はい。またね、レコード買ってきたらご紹介していこうと思いますので、お付き合いください。はい、それではご視聴ありがとうございました。からそう。